はいどうも、遊戯王コラボが来たということでね、とりあえず2セットだけ引いていこうかなと思います。というのも前回ねかなり引いちゃってるんで、新キャラ以外がねあんまり必要ないってことで、2セットあればまあ新キャラ 2,3 体出るんじゃないかなってことでね。さあ1回目、とりあえずダイヤ金が出てる時点でもう多分新キャラはないので、基本的にこの辺は全部売却ですね。さあ、とりあえずダイヤ。いいよ。新キャラ。くぅ。確か4キャラぐらいいたんで、星7かな?サイリア抜いたら、4体ぐらいいたと思うんで、3回に1回、新キャラが来てくれれば、OK。さあ。さあさあさあ。新キャラ別にね、被ってくれてダイヤ率素晴らしいよ。いや、熱っ。サイリア来た。マリークはしかもなんかね、結構魔改造されたんで、こいつは複数とあっていいっすね。ありがたい。で、星7確定ガチャもあるし、マリーク確定ガチャもあるでしょ?さあ。さあさあさあ。熱っ。マジ?やば。いや、もうこれ交換しなくていいな。一体交換しようと思ってたんだけど。ダイナソーいいね。ザウルスは熱い。いや、ダイヤしか出ないじゃん。すごいな。めちゃめちゃ引きがいいのかもしれない。もしかすると。ゆる。ゆるゆるなんだけど。めちゃめちゃダイヤ出る。さあ。ダイヤしか出ん。確か新キャラが来てないのがほんとね、惜しいなって感じだけど。ダイヤしか出んな。金玉が配されてる。素晴らしいね。ダイナソー、いいね。まあ、武器化も考えれば、まあ、2体いればいいかなって感じ。さあ。いいね、インセクター。これでもう、あとは、デーモンの召喚と、エクゾディア。この2体引ければ、撤退ですね。早くも撤退できそう。1万円で撤退できるのはありがたいね。あと、これ含めて3回。ダイヤ素晴らしい。くぅ、この辺はマジでな。いらないんですよね。もう武器にもしてるし。いいよ。バクラ。こいつももうそんないらんか。そんなにもう使うんかな。ダイヤいいよ。新キャラなんで、ちょっとラスト。追加で1回引いちゃう。いいよ。なんかダイヤいいな。ダイヤ率いいから、どんどん引いていきたい気はあるんだけど。どうしようかな。この波に乗った方がいいような気するけど。とりあえず記念ガチャ、無料でもらったやつ。これで新キャラ2体出れば撤退。さすが無料だな。さすが無料ガチャ。さあ。これは買ったやつですね。ダイヤいいよ。来い、新キャラ。新キャラ。いれません。というわけで、結果なんですけど、とりあえず1万円で、サイレア2体、新キャラ4体、新キャラ2種類か。なんかダイヤ率はいいんだけどな。ほんと確率がちょっと、物欲センサーが働いちゃってね。まあでも、もうワンセットありか。もうワンセットだけ行きますか。行きましょう。これは今この流れに乗った方がいいと思う。はい。というわけで、5000円課金してきました。行きましょうか。さあ。いいね、ダイヤ。やっぱこの流れに乗っていこう。よし!新キャラ熱。新キャラ熱。まあ、武器化もあるんで、もう一体出てくれていいけどね。
あとデーモンの召喚が出れば完全撤退。欲を言えばペガサス。欲を言えばペガサスが一体出てくれたら嬉しいかな。ここに来ての金ラッシュ。良くないなぁ。この5000円良くない。まあでも新キャラ出たからいいか。新キャラ出たと思えばまあまあまあ。これで5000円は痛いな。痛たたた。やめておくべきでしたね、完全に。だって8回しか回せないんだぜ、5000円で。いてててててて。こんな金来る。急に。完全に課金しない方がよかった。ダイヤ。ここでまあ新キャラ出れば OK。新キャラ熱ー。あと確定買えば追加されたキャラは全部揃いましたと。あ、武器化があるんで微妙なとこですけどね。新キャラに関しては。いや、金いい。ダイヤの質は良かった。うん。ダイヤの質はすげえ良かったな。追加分は。ただ金。圧倒的金ね。うん。いや、まあ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 。悪くねえか。まあ、悪くないか。なんとも言えねえな。人によってはって感じかな。まあでもサイレア2台出てるしね。で、確定分とペガサス確定分があるんで、そこでペガサス2台引けば、OK って感じかな。まあ、その確定分はね、ちょっと、次回に回します。まだ追加するかもしれないんで、はい。気が向いたらね、遊戯を追加していきます。けど、基本的にはもう撤退でいいかな。あとこのエグゾディアと、デーモンの召喚が、何体必要かっていうのはちょっとね、もうちょい、情報が出てから引いていこうかなと思います。とりあえず遊戯王初日、パート1は、以上になります。お疲れちゃん、バイナラ。いや、久々に爆死を免れた。ありがたいね。